これこれもクズ。いや、クズでしかないだろう。俺、なんか、これ言ったら、なんか、どうせこれリスにバッシングとか食らうかもしんないけど、一般で結構、なんか普通に俺結構飲み歩いてるから、今。一般の人と話すこと多くて、本当に何してんのって、なんか、言われたら、いや、ちょっとネット関係で、なんか、まあ、生放送とかやってんだよね、みたいな感じで言うじゃん。はい、じゃあこれこれとか、みたいな感じで、絶対名前出るのがこれこれなんだよ。で、あ、これこれね、つって、知ってるよ、俺も、みたいな。っていう話すると、なんか、嫌いな人多い。嫌いな人の方が多い。もう、まあ、俺、もう本当になんか何十人もあって、そのなんかこれこれの話をするけども、ツイキャスとか、YouTube とか知らない、あんまり見ない人からしたら、めっちゃ大嫌いって言ってる人の方が多いから。普通に一般的に考えたら。だから、そんなことねえよって思ってるやつは、自分の友達とかにツイキャスとか YouTube とか、あんまり触ってない人、あんまり触れてない人、あんま知識ない人に話聞いてみ。これこれって知ってるっすよ。名前だけは知ってるよってなって、ね、どう思うって聞いたら、いや、ありえないよねとか、人として俺は好きじゃないわっていう人たちの方が一般意見なんだよ。そう。普通に一般意見だと思う。そこに関してはね。悪いイメージの方が先行してる、その一般的には。嫌いみたいな。でもね、ネットではね、やっぱり、ね、もう取り返しつかないような、どうしようみたいな感じで思ってる、なんか未成年の女の子とかを、ね、救ってあげるインターネットヒーローだから、それはなんかインターネット上では超称賛されるけども、じゃあ他にやってることとか、リーク集めて、ね、それで、ね、人気 YouTuber とかがもう潰れるのを何人も見てきたわけじゃん。ね、そういうことをしていて、それでお金稼いで、それで自分の体ブクブク太らせてるっていうイメージだから、一般的に考えたらね。だから、一般人からしたら、こいつ人を、なんか、ね、人の不幸をネタにして、落とし入れて、金稼いで自分の体太らしてる、みたいなイメージなんだよ。そうではないんだけどね。俺も別にどっちかというと好きだから、ああいうスタイルとかは。もう話聞くと、いや、あんま好きじゃないとか言う人の方が多い。一般の人はね。だから顔とか見たことない女の子とかの話すとめっちゃ面白いよ。で、相当イケメンなんですよね。これこれさんって。みたいな。超面白いよ、マジで。全然なんかネット知らないこと話すのめっちゃ面白い。あんだけなんか、はい、なんかネタ的にはもうなんか、人を陥れるようなことしてて、でもそれでもファンがたくさんいるってことは相当かっこいいんですよね、みたいな。会ったことあるんですかとか言われて。いや、会ったことないけど、顔も知ってるけど、別にイケメンではないんじゃないとか言って。結構面白い。そういう話してると。なんかその、一般とそのなんかネット界隈に、のなんかネットユーザーみたいなのじゃ全然意見が違うっていう話ね。でもどっちが正しいとかないから。どっちが正しいとかないからね。そいつらをなんかバッシングする必要もないし。